開始。お願いします。さっきさ、ひどい負け方しちゃいましたからね。ほんと明らかに勝ってる将棋負けちゃったっていう。アイフリ飛車なのこの局面がもう自分の中の定石ですね。片身の囲い、ここつく身の囲い。アイフリ飛車の時は私はね、守りの方の歩を先につきますね。よく守りの方の歩をつかない人もいますけど、私はそれでもついた方がいいのかなって。端攻めを警戒してつかないっていう人もいると思うんですけど、これ受けない人もいるでしょ。ほらね、受けないでしょ。受けるとその争点になっちゃうんで、あんまり良くないと考える人もいますけれども、私の場合は争点にした方がいいかなって思ってるんでね。一回取るか。これあ、でも取ると、そうかそうか、26分から2分30秒。そっかそっか、まあ桂馬でも早いか。なんか手損してる感じも しますけど、これどうすんだろうな。これ金寄るかな。金寄って飛車引くかな。飛車引くか。なんかまた作戦負けですよね。なんかどうしても作戦負けなんです。ああそうそうそう、それでね、この端の歩を受けるって話なんですけど、私は相手に攻めてきて、その攻めをとがめて勝つっていうやり方しかできないので、相振り飛車で自分から攻めていって攻め潰して勝つっていうパターンほとんどないんですよ。だからもう相手に争点を作った方がいいっていうかさ、1毛歩なの同歩と取って、1六歩にはもう歩取るとまずいか、まあ、そんな感じでこれ取るでしょ多分。何それ、そんな手はもう、まあ、取っちゃっていいんじゃないの。これはひょっとしてどっかでさ、2分、これ6七銀とかいう手を狙ってたりする。ひょっとしてちょっと嫌ですね、それね。4六歩としたんですけど、本当はね。4六歩として、ちょっとそれだとやられちゃうかもしれないので、やはり桂頭の銀。桂頭の銀とせざるを得ないのかな。それで4六歩として、ちょっと桂馬取っちゃいますよってやる、最初するのが私の好きな指し方ではあるんですが、6七銀が気になったので、まあ、そこで固めると。うん、まあ一応角打ち込んどいてさ、馬作ろう。馬作りだ。今日もせっせと馬作りというか、ただ3七歩で一応桂馬は切る展開か。これ同銀で、これも取っちゃいます。歩がないんでね、取ります、全部取ります。上に上がっちゃいましょう。上に上がっても2玉狙っていくっていうかさ、脱出を図るのが一番わかりやすいでしょ。これほっとけば次は1六玉。まあ、さっきのさ、この前の将棋でも1六玉というね、その1六玉という狙いが一応あったんですけどね。さっきの将棋となんか似てるな、戦型は違うけど。1分30秒。取るよ。さっきの将棋もね、相手がね、無理攻めしてきて、その無理攻めをとがめて勝てるはずのところがね、ちょっとミスって、空中分解してしまったっていう、そういう将棋だったんですよ。あ、そんな手あったのか。なんだ、下に下がっときゃいいだろ。もうこんなのしょうがないからね、いちいちこんな手、こんなただの手を、ただより高いものはないなんて言ってさ。でもこれとは言うもんね、ちょっと嫌味つけといて。馬がいるんだね、結構ね、馬がいるんで。これ1九飛車としても1八歩で1六歩に2八玉と戻れるんで受かってるんですよ。まあこれはこれ下に来てもあるかな。あ、でも下に来ても強打止めちゃうんで1回受けるか。で1六歩は2八玉で受かってますね、これね。ただ2九銀とか来てくるかな。1分。しかしこれはこうする、強飛車取り。これはこういう風にやりたいな。まあ、一応ね、私も飛車より角が好きだと言ってもね、飛車が嫌いなわけじゃないんで、飛車取りっていうのかな。王様で飛車取りにするっていうさ、攻め駒を攻めるのって気持ちいいですよね。これ一発叩きかな、やっぱり。しかし同玉としてくる可能性が。そうなんですよね。で、まあ飛車打って攻防手。しかし2、1、あ、そうか、まずいか、そうだ。
取っちゃう。ちょっとこれ同飛車ってされちゃうかもしれないの。なんか怖い、なんか怖い筋があるかもしれないですよね、これやるとね。ああそうやるのか。30秒。いや分からん。こんな手で通用するのか分からないが、まあ、一回叩いといて、これ同銀だろうね、きっと。ちょっと分からないんで、あーでも2七飛車ってやればよかったか。2七飛車、ん20秒。どうするか。やば、相手また時間切れになってきてるよ。もうやだね、ほんとに。ただこれ相手は寄り筋って感じにするんですけどね、これね。一応なんか寄り筋って感じが。金かな、あれ分からなかった。これ詰んでんのか、詰んでないか。10秒。何これ、ダメだこんなんじゃ。また負けか。結局負けなのか。おりゃ、時間切れが。ああ勝った。もうこんな勝ち方したくなかったんですけどね。いやでもさ、さっきの将棋、さっきのさ、相手の、あ、さっきのが広かったもんな。その前回の動画もちょっとぜひ見てほしいんですけど、その前回の動画もさ、相手が無理攻めしてきてさ、それを咎めて勝てる展開をさ、おじゃんにしてしまいましたもんね。でこれもさ、なんか半ばさ、おじゃんにしたようなもんですよね。この最後大手ラッシュで勝たなきゃいけないっていうのがね。いやーなんかさ、でもさ、あれなんですよ、将棋クラブ24は結構好調で、昨日はね、久々に2段に復帰しましたね。うん、2段に復帰っていうか、その2段に昇段したって言った方がいいですかね。なんかさ、よくさ、そのテレビとかでさ、なんか去年なんかもさ、今日の東京株式市場で、何年ぶりに日経平均株価が2万円を回復しましたとか言いますよね。あれ回復っていう言い方がなんで回復なのかなとか思っちゃうんですけど、回復じゃなくてそこまで上がってった、期待が高まって上がってったってことじゃなくて、過去を振り返れば今もまださ、なんていうのかな、回復の途上にあるっていう、そういう考え方なんでしょうねきっとね。ドーンと下がってしまって、それがだんだん戻ってきて、その過程にあるからまだ回復っていう、そういう表現になるんでしょうね。まあ、そんな話はともかくとしてですね、さっき前回の動画で行列のできる法律相談所っていう番組でね、なんか法律関係のことよりもなんか芸能人の雑談が増えてしまってつまんなくなったんでテレビ見なくなったって話をしたんですけど、まあ、それと関係してるわけじゃないんですけど、そのちょっとね、最近読んだ本ですごくいい本があったので、ぜひ皆さんにねおすすめしたいと思います。今日はですね、最近読んだ本ですごくいい本があったんで、ぜひ視聴者の皆さんにねおすすめしたいと思ってね、紹介したいと思うんですけども、これ杉並区立図書館のホームページなんですけど、杉並区立の図書館で借りてきた本なんですよ。そうですね、これ出るかな。あ、そう、これ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 。なりたくない人のための裁判員入門という本で、幻冬写真書で出てて、伊藤誠さんというね弁護士が書いた本ですね。でこれはですね、2009年3月に出版された本で、結構前の本ではあるんですけども、でこの本がね出版されていたってことは前から知ってたんですよ。なりたくない人のための裁判員入門っていう本の存在は前から知ってたんですけど、私はなりたいんですよ。裁判員にやって、裁判員やってみたいなと前から思ってたんで、この本は自分向きじゃないなと思ってたんですよ。ただちょっとね、軽い気持ちで手に取ってパラパラ読んでみたらすごく面白いんで、図書館から借りてきて本家で読んでみたんですけど、これめっちゃいい本ですね。でこれはなりたくない人のための裁判員入門って書いてあるんですけども、実はこれなりたくない人向けじゃなくて、なりたい人向けでもあるんですよ。うん、もう裁判
なんていうのかな、なりたくない人にも読んでほしいし、なりたい人が読んでもいいし、というかこれね、裁判員のための本じゃなくて、まさに裁判入門と言ってもいい本なんですよね。裁判とは何なのかってことをもう完全にこう素人にも分かるようにすごく分かりやすく書いた本で、これね、名前ね、なりたくない人のための裁判員入門って書いてあるけど、これね、日本人のための裁判入門っていう名前の方がいいんじゃないかって思うくらいの、そのくらい普遍的に読まれてしかるべきという本なんですよ。で、内容なんですけど、まず最初に裁判の歴史について書かれてるんですね。で、本当に昔、なんて言うのかな、本当に古代というか、本当に昔は裁判っていうのがちゃんと裁判制度っていうのが整備されてなくて、もう やられたらやり返すっていうね、そういう報復がよく行われてたわけじゃないですか。つまりなんか自分の子供が殺された、そしたら犯人をぶっ殺しに行くっていうね、一発殴られたから十発殴り返すとか、もうそういう感じで、やられたらやり返すぐらいしか、もうなんていうのかな、報復感情を満たすっていうかさ、まあ、ある意味解決する手段はなかったわけじゃないですか。でもそんなことやってたら本当にそいつが犯人かどうかもわからないし、仮に犯人だとしても、やられたらやり返すって報復の連鎖を繰り返していたら、それじゃあもう世の中めちゃくちゃになっちゃいますよね。ってことで裁判が行われるようになった。でも初期の頃の裁判っていうのは、なんかその被告人を川に飛び込ませて、溺れたら有罪、溺れなかったら神がお助けになったんだってことで無罪になったりとか、あとそれからなんか民衆がさ、こいつは有罪だ、ギルティー、ノットギルティーとか言ってこうさ叫んで、それでなんか有罪か無罪か決めてたりとか、なんかそういういい加減なものがね多かったと。でそれじゃあ公平じゃないですよねってことで、だんだんいろんな、なんていうのかな、世の中がねいろいろと進んで今の裁判に落ち着いたんですよってことがね、まず第1章で書かれてるんですよ。裁判の歴史ですね。昔は裁判といってもまさになんか集団リンチみたいな裁判だったね。こいつ悪いことしたんじゃないか、悪いことしたに決まってんだろうってね、皆さんどう思いますか、この罪人について。死刑にしろ死刑にしろってことというふうにね、皆さんがおっしゃってるので、死刑、あなた死刑ですよねっていうような、なんかまさにリンチとしか思えないようなね、そういう裁判もあった。で、そういういろんな反省の上に今の裁判制度っていうのはね成り立ってるんですみたいなことが書かれてるんですね、このね第1章だけでもね本当にねためになりますよね。ああそういうことだったのかってね、本当にねもう30ページぐらいの内容の中にもう裁判の歴史っていうものがもう凝縮されていて、本当にねこの本はその日本人のための裁判入門っていうタイトルにしてもおかしくないし、これね褒めすぎかもしれないけど、なんていうのかな、人に日本人にとって、いや日本人にとってっていうかさ、まあ、日本人にとってもう必読の書というか、必修課題といっても過言じゃないと思うんですよね、これね。それこそさ、高校、中学や高校 の夏休みの課題図書にしてもいいぐらいなんじゃないかってね、まあ、そんなこと言っちゃうとなんか特定の思想をなんだかんだとかなんか文句言う人がいるかもしれないけど、でもそれくらい私はおすすめしたい本ですね。で、第2章で刑事裁判の常識非常識ってことで、まあ、刑事裁判とはどういうものなのかってことについて、すごく分かりやすく書かれてるんですけど、まあ、例えばね、なんだっけ、無罪の推定っていうね、まあ、これ有名な話なんですけど、無罪の推定ということについての説明ですとか、つまりその9人の凶悪犯罪を犯した9人の犯人を野放しにしたとしても、1人のね、無実の人をね、処罰してはいけないっていうね、そういう刑事裁判の基本的なことが書かれてるんですけど、特に大事なのはここかな、
真犯人発見は裁判官の仕事ではないってことですね。よくさ、そのもしさ、そのね、起訴されたその被告人が無罪ってことになると、じゃあ真犯人は誰なんだよって話になるじゃないですか。だけど真犯人を見つけなきゃいけないっていうのは裁判官の仕事じゃないんだよってね、うん、刑事裁判っていうのは事件の犯人を見つける場だと思ってしまっている人が多いでしょうが、そうではありません。犯罪が発生したとき犯人を見つけ出すのは警察と検察の仕事ですね。裁判所っていうのはそのこいつが有罪なのか無罪なのか、あるいは有罪であればどのぐらいの量刑が適当なのかってことを判断する場所であって、真犯人を、突き止める仕事ではないぞっていう話ですよね、うん、あとそれから第3章で、これがね一番大事なところなのかなと思うんですけど裁判員制度ってよくあの市民感覚を裁判に取り入れるためってよく言われるじゃないですか。でもその裁判っていうのはそもそも民意を反映するものではないぞっていうね、そういうことが書かれてるんですよ、うん、だけど日本国憲法では裁判所っていうのを民主的ではない機関として設定したと。民主的じゃないんですよ、いいですか皆さん、裁判所っていうのは民主的じゃないですからね、うん、だから国民の多くがおかしいなという思うような判決出してもいいんですよ、うん、裁判所というのは最も民意を反映しにくい位置に置かれているというふうに書かれてますね。それはかつての民衆裁判のよう なんか集団リンチのようにね、なんか市民たちがね、有罪だ無罪だ死刑だ死刑だよし貼り付けにしろとかね、そういう風になんか叫んで被告人を死刑にしてしまうようなね、そういうなんか感情論による感情によって左右されるような裁判を避けるために他なりませんって書いてありますね。これねめっちゃ大事なところだと思うんですよ。よくさ街角インタビューとかでね、裁判員制度にしろ裁判制度にしろ、裁判にはねちゃんと民意を取り入れるべきだと思いますか、あなたはどう思いますかとかね、そんな風にインタビューしたとするじゃないですか。裁判っていうのはねちゃんと民意なんていうのかな、市民感覚というか民意をちゃんと反映した裁判をしなきゃいけないと思いませんかってインタビューで聞かれたら、いやその通りですって答えちゃいそうじゃないですか。そうですよ、ちゃんと裁判っていうのはね、裁判官っていうのは、ね、国民の代表なんだから、ちゃんと国民のさ、その民意なんていうのかな、その日本人が納得できるっていうのような、そういう判決出さなきゃいけないでしょうって答えてしまいそっちゃいそうじゃないですか。でも裁判っていうのはそういうもんじゃないんだよってことがねすごくよくわかりますね。なりたくない人のための裁判入門っていう本を読むと、裁判っていうのはどういうものなのかってことがね本当によくわかるなって思いました、うん、でそれはなんでそのなんていうのかな、なんで裁判所っていうのは民意を反映する、民意を反映してはいけないのかっていうと、それは民意を反映する裁判っていうのをやってしまうと、集団リンチみたいなね、民衆裁判みたいになってしまうからなんですよ。そういうふうにしないため、その歴史の反省があるからこそ、その裁判所というのは民主的じゃないね場所として存在してるんだと、まあ、そういうことが書かれてて、私はこれを読んですごいすっきりしました。あ、そっかそっかってね、すごくその歴史的な背景っていうのと、その今の裁判の在り方っていうのはね、なんかすごくすっきりでよく分かったなと思いますね。で、ここでこんなこと書かれてますね。裁判員のことを市民代表と呼ぶ人もいますが、そういう意味でこれは誤解を招きやすい表現です。裁判員は国民の代表として頑張りますなどと意気込んではいけません。また今の裁判官は世間の空気を読めていないから市民が参加するんだろうと思っている人も、その考えを改めるべきでしょう。裁判は世間の空気を読みながら判断を下してはいけないのです。これ文章をそのまま読んだだけですよ、うん、いいですか皆さん、裁判っていうのは世間の空気読んじゃダメなんですよ。これね、そのすごく大事なところですよね。で、この本のね、なりたくない人のための裁判入門の、第5章で、
すでに激変している日本の裁判っていう章がありまして、こんなことが書かれてるんですね。光市母子殺害事件っていうのがあったじゃないですか。山口県の光市でなんか、なんか2人が殺されたっていう事件があるんですけど、この事件でさ、そのマスコミがさ、とにかく被害者遺族のさ、この母子殺害事件のね、この殺された人の旦那さんがすごいさ、なんかさ、犯人を死刑にしろ死刑にしろってさ、繰り返しそのマスコミのカメラの上で喋ったじゃないですか。でそれで、まあ、死刑だ死刑だって世論が盛り上がって、で結局その裁判で最高裁で死刑になったと。なんかさ、これを、この裁判ではその被害者遺族の被害感情とか社会的影響っていうのは重視されて、かつての、ね、基準を覆す、かつての基準をオーバーし、なんていうのかな、かつての永山基準をちょっとね、覆して死刑判決が出たっていう、そういう事件だったんですけども、こういうことから分かるように、なんか裁判っていうのはなんかそのどうもね、なんか世間の空気を読まないのが原則ではあるんだけど、なんとなく世間の空気読んじゃってんじゃないのっていう、そういうなんていうの、なんかそういう匂いってやっぱりしますよね。だからこの伊藤誠さんはその裁判員制度が始まってしまうという現実を踏まえてこの本を書いたけれども、自身はその裁判員制度っていうのはちょっと、あんまり賛成してないというか、裁判員制度についてちょっと懸念というかね、心配してるっていうところがあるみたいですね、これね。で、そのなんだ、その第5章で、そうやってね、なんていうのかな、裁判員制度が始まることで、やっぱりなんだかんだでさ、その市民感覚っていうものはね、裁判に取り入れられてしまうじゃないですか。でそれによってやっぱりその本当はね、裁判っていうのは世間の空気読んじゃいけないんだけれども、でも若干世間を読んでしまうっていう傾向が強まってきてしまったと。でその結果として死刑のハードルが下がってしまったんじゃないかって書いてあるんですね。でその一番いい例がやっぱり光市母子殺害事件。これは普通にあの裁判ではなかったと思うんですけども、そうですね、やっぱりさ、なんかその光市母子殺害事件でさ、その被害者のね、被害者の家族のさ、旦那さんがさ、まあ、この殺されたこの親でもありますけど、その極刑を望みますみたいなことをね、涙ながらに何度も何度も繰り返してさ、テレビの前で語ればさ、世論はさ、そうだその通りだってね、かわいそうじゃないかってね、裁判所さ、この人のさ意見を汲んでやれみたいな、そういう圧力っていうのがさ、どん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 強まってくるじゃないですか。でもそういう圧力に屈してはいけないというのがね、裁判なんですよみたいなことが書かれてて、その裁判員っていうのが始まることをきっかけに、まさにね、裁判について知ってくださいっていうね、そういう本ですよね、この本はね。裁判に選ばれたら読みましょうとかいう本ではないし、裁判員に選ばれたら嫌だなと思ってる人のための本でもないし、とにかく裁判について皆さん知ってくださいっていうね、そういう本なんじゃないかなと私は思いましたね。ぜひですね、この裁判員になりたくない人も裁判員になりたい人も、裁判に興味のある人も裁判に興味ない人もね、裁判なんかはピラごめんと考えてる人も、ありとあらゆる人にね、ぜひ読んでほしいなと、そういう本ですね。なりたくない人のための裁判入門で、この、まあ、これはね、杉並区立図書館のホームページなんですけど、これで見れば分かるようにね、杉並区では柿木って読むのかな、これ言ったことないか分かんない、柿木図書館、西荻図書館、阿佐ヶ谷図書館とね、3つの図書館で所蔵されてるわけじゃないですか。で、まあ、こう杉並区ですけど、例えば中野区とか練馬区でも多分所蔵されてると思いますし、まあ、全国の日本全国の図書館で結構置いてあると思いますので、
ぜひですね、あのこの動画をご覧になったね将棋ファンの皆さんはね、このぜひこの伊藤誠さんの泣いたくない人のための裁判員入門という本をね、ぜひぜひ読んでほしいなとね。もう本当にこの本はね、いやもう久しぶりに私が出会ったもうありとあらゆる人に読んでほしい本ですね、うん。まあ、そんなところでした。ありがとうございました。